ビルヘルムルネド、ロム・セニュールド・クービエールは、プロイセン王国の元帥で、西プロイセンの総督を務めた。出身は、フランスである。1807年、グラウデンツの防衛及びその時の名言、イル・エジステ、アンコール・ウン・ロワでグラウデンツで名を馳せた。1900年頃、グラウデンツにあったクービエールの記念日。要塞の所有権が、 ポーランド軍に移った1920年に撤去されている。業ョーム・ド・クービエールは、なんとの直令の廃止で、プロテスタントとしての信仰ゆえに、フランスを離れた、ドーフィネ地方のユグノーである貴族の家に生まれた。彼の父は、少佐として、レーデルラントに仕えていた。早くも1747年、業ョーム・ド・クービエールはオーストリア継承戦争中。 フランス軍の侵攻を受けたベルヘン、オプゾームにある要塞の防衛戦において、軍人として最初の経験を積む。1756年、7年戦争が勃発すると、彼は、公平隊としてフリードリヒ大王に主観する。王は彼に、前や大佐指揮下の義勇大隊から、一個中隊の指揮を託した。1758年、 シュバイトニッツの後為戦で功を立てると、王は25歳になったばかりの、この若者を、同年10月25日に、詳細昇進させ、コリニョン義勇大隊の指揮を託した。そして、同部隊を率いサルティコフ減衰指揮下のロシア軍から、ヘアンシュタットを守り、改めて功を挙げて中佐に抜擢され、同大隊の隊長に任じられた。1760年、 ドレスデンの後遺戦の後、彼は、プールルメリット勲章を、金貨100枚の賞金と共に授与された。そしてリーグニッツやトルガウのほか様々な戦いで先行を立てる。戦争が終わると、クービエールの義勇大隊は、プロイ戦軍における同種の部隊の中で唯一、解体されずに残った。彼自身は1763年。 エムデンの司令官に任じられ、同地で結婚している。ここで、クービエールは、脱走の罪で拘留されていた、小説家、ヨハン・ゴット・フリート・ゾイメを牢から解放すると、子供たちの家庭教師として迎え、思いやりのある上司として、彼に接した。なお1771年、大佐に任じられると、フュズイリア部隊の創設に関わり、1780年のうちに、 少々から中将まで昇進している。そしてフランス帝国に対する退仏大同盟戦争の間、彼はプロイセンコの絵部隊を指揮して1792年にベルダンを占領し、1793年にピルマゼンスの戦いで勝利を収めると、1794年には一個軍団の指揮を託された。続いて1797年。 不評大将に昇進すると、グラウデンツの総督に任じられる。クービエールは時代にそぐわなくなり、構成員も高齢化したプロイセン商工団の中に、あってその典型例となったが、第四次大仏大同盟戦争におけるイエナ、アウエルシュテットの戦いの敗北後、プロイセン王国が崩壊する中でこの74歳の、老将が示した姿勢は、数少ない名誉ある例外となった。 プロイセン側の要塞のほとんどが、ほぼ抵抗もせずフランス側に降った一方で、彼は1807年1月22日から12月12日まで、グラウデンツを包囲した、ナポレオンの軍勢から町を守り抜いたのである。頼りない戦力と、困難な平坦状況の中で町を保持した、勇気のみならず、彼はその起点によっても名を馳せた。また満足に、 ドイツ語を話すことができなかったにもかかわらず、包囲軍からの度重なる幸福勧告に、口汚く、ドイツ語で答えてみせた。講和条約の締結後になって、ようやく、クービエールは、フランス側と、フランス語で書簡を交わしたのであった。ナポレオンの副官サバリ将軍は、3度にわたる、会談の要請を、クービエールが拒否したとき、こう書き残している。クービエールは、 自身の置かれている立場を、軍師の愛目中佐から読み聞かせられると、こう応じた。なお、勤務日誌によれば、総督はこの書簡に、放課と重課を持って答えたという。クービエールは、ティルズイットの和訳が締結されるまで、グラウデンツを保持することに成功する。そして1807年7月21日、元帥に昇進し西プロイセン総督の地位を賜ると、 1811年7月25日に、没死、要塞の敷地に埋葬されるまでグラウデンツに泊まった。彼は生涯で、プロイセン王国の勲章をすべて賜っている。ドゥー、ロムドゥ・クービエールにちなんで、ベルリンのシェーネーベルククとエムデンには、クービエール通りがあり、ベルリンのベリンククには1994年まで、クービエール広場があった。グラウデンツの要塞も一時、 彼の名を冠していた。クービエールは近霊にもかかわらず、何度も争いに巻き込まれた。妻はそれ以上に、彼の怒りを抑え込めることができたと思われるが、エムデンに滞在していた時代から二つの決闘が、今日まで伝わっている。うち一件は、ズユースミルヒ少佐が相手であった。同少佐は懲罰として、エムデンに敗され、その上官たるクービエールの肩に重傷を負わせると、 隣国ネーデルラントへ逃亡した。二度目の相手は退役したネーデルラントの大佐だった。すでに長いことくすぶっていた争いは死の北門の前における決闘に終わる。結局、この決闘によってクービエールは顔に激しい出血を伴う傷を負っている。クービエールはエムデンで1766年レイアオルトの司令官。 ヨハン・カスパー・ユリウス・フォンバイスの娘ゾフィー・フォンバイスと結婚した。夫婦は9人の子供を設け、その子孫は現在まで存続している。ありがとうございます。